はい、皆さんこんにちは。東京オートサロン2020トヨタガズーレーシングブースにようこそでございます。今回なんか僕初めてこちらのステージ、サブステージに来させていただきましたですけど、なんでサブなんだろう。やっぱ彼らはサブでいいっていうことなんでしょうか。スープラ is back to スーパー GT でございます。それではですね、スーパー GT 選手たちを、パイロットたちをお呼びしたいと思います。まずはこの方、2019年 GT ドライバー兼監督、 GR スープラ開発ドライバー立川裕二選手。2019年 GT500 ドライバー兼株式会社セルモ取締役、 GR スープラ開発ドライバー石浦博明選手。2019年GT500 シリーズチャンピオンドライバー大島和也選手。そして中山雄一選手。おい、なんか書いたれ、ここにも台本。うぬぬぬぬチャンピオン中山雄一選手、おはようございます。はい、よろしくお願いします。おかけください。これ多分サブステージな理由はここに車あるからですよね。あ、そういうことなの。僕らじゃないですよね多分。ドライバーの格がメインじゃないっていうことじゃないの。お前らごときはサブでいいっていうあの話じゃない。ちょっとちょっとごめん待って、お前もうちょっと下がれ。分かってるだろ。なんでもう張り合い、出るな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 、もう毎回だからいいんです。やっぱ立川選手と僕はですね、ね、僕現役知り合いといてね、あの和也と健太のね、あの力を借りてまでもこちらと立川選手ともう現役の頃からどちらが先なんだっていうことなんで、で和也我々チャンピオンですからね。あ、もうちょっと前ですね。まあ、構え前にというもうちょっと下がるか。もうちょっと下がりましょうか。ゆうい選手、後でもうちょっと肩書きのとこ足しとくようにスタッフに言うといてください。シンプルに中山雄一選手でした。そうですね、その台本出来上がった頃には僕優勝してたと思うんで、1勝とか書いてほしかった。そうですよね、はい、あの去年オートポリスで優勝中山雄一選手です。ありがとうございます。あ、ということは去年みんな勝ってますね。勝って勝ってましたね。一応あれですね、あのちょっと前半に勝ちすぎてみんな忘れてるけど一応勝ってる。あの前半雨の中の立川雄二は、はい、僕見ててちょっと狂ったのかなと思うぐらい勢いすごかったね。あれなんかバイザー閉まっててよく見えなかったらしいんですよ。かっこよかったわ、まあ、たまにはね、まあ、その後またあのちょっとその出来事を塗り替えるぐらいまた衝撃的なことも、あの若い時から富士男って言われてたじゃないですか。やっぱり富士で言えば立川雄二選手が勝つということですけど、やっぱりなんか最近富士といえば立川選手が当たるっていうようなイメージもついてきます。いや、そう、もう毎年医務室にお世話になってるし。まあ今シーズン気をつけていただいて。今シーズンだから1回しかないから大丈夫かなと思って。あ、そうですか。そこはなんとか優勝狙ってるんですか、それとも無難にレースしたいんですか。まあ今年の目標はまあ安全に。安全に。そろそろ体も持たない、ね、年も年ですしね。そんな立川選手と石浦選手はあの GR スープラ開発ドライバーでおられますけれども、現在の開発状況いかがですか。非常に順調に今進んでるんですけども、あのそちらの車 の周りの方もっと車に寄っていただいたりベタベタさせていただいても結構ですからね。あのそこに置いてある車一見開発車両に見えるじゃないですか。はい、開発車両です。ただ開発車両今あのマレーシアのセパンテストに行っておりまして、はい、開発車両ちょっと持ってこれなかったもんで、はい、あの多分そのうちあの車赤くなると思うんですよ。赤くなるってどういうこと。ニスモになるのか。もう一台いると思うんですよね。あ、いたね、ええ、あの俺の嫌いな車でしょ。あの憎き立川雄二が乗ってる車。そうこれもそうですか。使う予定なんでね。しかもあんまり触れないでください、ね、キンキンに走るかもしれないんで、あのお手を触れないように。すごいな、トヨタガズーレーシング東京、ね、オートサロンのファンのために38号車持ってきてるんですかこれ。はい、まだ出来たて、まだあんまりパーツがないんで、はい、あんま触れない。今壊れると大変なことになってしまうんで。あ、そうですか、はい、マレーシアっていう話出ましたですけど開発状況いかがですか。12月にも1回行ってきたんですけど、うん、ええ、あのシェイクダウンの頃からすごく順調にテストが進んでいて、うん、まあ、トラブルもほとんどなく、うん、普通だったらこの時期ってまだ新車ってトラブルが結構出るんですけど、うん、あの一番トラブル少なく走行距離がすごいことになってるんで。え、もうトラブルがないから。そうか、開発テストで大体初期トラブルあるからちょこっと走ったらすぐガレージに入って、
作業するけど、はい、ないからもう延々走ってるってこと？延々走ってもうあのタイヤテストをひたすら繰り返してやってるっていう状況なんで。立川選手そういう意味では開発テストってもう本当にね、あの80スープラの頃からまあやってますけどね、やってますよね、はい、その中でどうですか今年の。いやいいですよ、非常に、まあ、今までずっといろんな車こうね開発 GT の車やってきましたけど、まあ、一番いい正直、うん、正直シェイクダウンから結構完成度高くて、結構レクサス LC の時もいいですよって言ってましたよね、はい、言ってましたけどそれ以上にいいんで、うん、僕らシーズン中にもうそれ乗ってしまったんで、はい、なんかもうすぐにでも使いたくなるぐらい、交流戦僕はこれ自分だけこれで開発者で行きたかったいやそのぐらい、うん、そうすればもう知ってたから多分もう全然行けちゃうんじゃないかっていう、はい、簡単にっていうぐらいあの乗りやすいし、あそうですか、フィーリング上位、あと新たな試みであのシミュレーターも併用で使いながら開発テストを繰り返しているので、グランツーリスモ、グランツーリスモよりもうちょいあのいいやつだと思うんですけどこれじゃない、何ないですけどね、何あのあのまあ、立川選手は、ね、今の開発に順応してますけど、僕開発止まってるじゃないですか。僕らはもう作ってきたパーツをつけていきなり走って言い悪いを延々やり続けてましたけど、今の開発って古い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 言いたくてしょうがないですねなんで昭和、昭和それ古い なんで古いを5回も言うたんや今あ今の開発はもう走ってシミュレーターやって走ってシミュレーターやってなんで、はい、あのセット変更もピピでできますから、ピピでピピってやったらもうすぐまた走れますから、はい、でも2人中心で開発やってますけど、大島選手あれですね、去年の成績が物語ってますね、はい、今も黙って腕組んで、ね、お前らあの、ね、ちゃんと開発して速い車作ったらもう、出来上がったところ、もうそのまま成績今年も持っていくの折れたぜみたいな感じのイメージですけど、ね、まあ、ただね僕のチーム、はい、ちゃんとあるのかどうか不安なんですけどお前ここ TGR ブースやぞ、チームあるんですか、そう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 、大丈夫ですか、まだ分かんない、なんかあのオートスポーツとかネット上いろいろにぎわしてますよね、はいはい、そうなんですよ、まあでもここに呼ばれてるってことは大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですけど、僕らまだ契約の話してないですけど、これ呼んでもらってるってことはこれ乗れるってことでいいですか、でも19年のドライバーとしか呼ばれてない、ね、まだ分からないです、ね、だってまだ分からない、呼ぶときわざわざ2019って言ってたもん、言ってた言ってた、ああ肩書きね、2019のドライバーって言った、うん、2020のドライバーとしては呼んでないです、僕は。そういうことですか、はい、ええ、まだ何の話も してないでしょ、した、何もしてない、してない、ええ、え中山選手今年大丈夫ですかあ中山選手は肩書きに2019はなかったです、ね、確かにね、オートスポーツには20丸がついてたんで、20丸ついてましたか、はい、じゃあ大丈夫じゃないですか、じゃ あ, あの、まあ、トヨタのステージなんであんまり大きなことは言えませんけれどもオートスポーツ通りですなんてことまだいや分かんないです、はい、分かんないけど、分かんない、それは僕オートスポーツね今回の見てないからあれですけど、でもオートスポーツの編集長めちゃくちゃ取材頑張ってはるやん、いやそんな変な記事は書かないのかなとは思ってるんで大丈夫ですね、いや分かんないですけど、まあ、ひょっとしたら石浦選手だけいなくなる可能性もありますしその辺は分かんない、まあ、取締役に専念していただいてもいいですよね、まあ 裏方に、はい、急にそういう雰囲気にするのやめてもらっていいですか、はい、なんかあの事務作業とか似合いそう似合いそうですよね、うん、あの実際ここにあの黒いなんかをこう実際なんか最近馴染んできたなっていう感じはちょっとあるんですけど、まだもうちょい走りたいんですけど、走りたいですか、はいはい、じゃあもう開発ドライバーもですね、続けていただきながら、この間セパンテストもなんかこう iPad 置いてなんか iPad のカバーもなんかわざわざキーボード付きのにしてきて、なんかこうやってましたかね、なんかあの よく見たらなんかナイトライダー見てました、ね、仕事してる体でビデオ見るのやめなさい、最低の取締役やそれ、仕事してる体風に見える大事じゃないですか、乗ってる時以外はちゃんと経営のことを考えていただいて、はい、分かりました、スポンサーケアしていただいて、やってる風に見えるためにキーボード付きにしたんですそのキーボードもね実は動かないみたいな、ね、反応してないと思います、大島選手は GR スープラも乗られましたですか、はい、乗ってないんですよまだ、乗ってないの、これからです、あそしたらでも年明けセパンテストはいえもっとそれより前にキンキンに、あえ、うん、はい、はい、えキンキンに、何やねんちょっともごもご喋るな、お前たちは何や、イアリス派か、いや危ない、今いやもうそろそろ自分の車がとか言いそうになったんですけど、なんでスープラの話もうちょっとスープラの話盛り上げてよ、何やさっきからイアリスの話ばっかりしようとしてイアリスの話をしようとしてないんですけど、全然してないですよ、なかなか
言えることが少なくて難しいですよね。難しい？いや、ちょっと待って、もうちょっと、はい、中山選手は乗ったの？あ、まだ乗ってないですね。ほな何しに出てきたんや。ヤルスにも乗ってないんで、ね、はい。そしたらこのあの、まあ、開発でね、そこそここの車のバランスがいいということは、何ベース車両がいいっていうことなのかな。もう2人でよかったわ、もう今日のトークショー。そうなんですよ、僕らだけじゃ成り立たないですよね、知らないから。お客さんの前で知らない言うな。知ってる体で喋ってください。あなたはチャンピオン。知ってる体で行こう。知ってる体で行けば分かんないから。あの忙しいんで、チャンピオンはみんなに車作ってもらって。2020年シリーズ、 TGR だけじゃなしに日産もホンダも入れて、とにかくあなた中心でまずシーズンがスタートするんです。そうですよね。知らないっていうのやめてください。はい、いや確かにヤリスの開発は大変やろうけども、報告書読んでます。報告書読んでる、はい、読んでます。でもそのね、もうそしたらあの開発車両乗ってないっていうことやからさ、もうもちろん普通のあの GR スプラってあのね、あのロードカーというか市販車に話移しますけど、はい、やっぱりそのベース車両がね、いい部分でやっぱりそのスーパー GT にもつながってるっていうところは、俺は何、石村選手としかトークショーやってないのか。あれ僕の気分もうどこを向いてたの今。いやスープラ石浦ええやつやな。スープラに見とれちゃってて、椅子を回すな。あのベース車両の話で言ったら、うん、あのベース車両 お持ちですよね。持ってますよ。そうですよね。だ、はい、皆さんちょっとあの一番ベース車両乗ってるから、ベース車両の話していただいてもいいですか。はい、スープラもうアクセル踏んだらブワーって出ていきますよ。なんてやろうな、僕のベース車両ね、例えば今ね、いい乗り味してね、アクセルをね、無駄に踏みたくなるのね。今は普通走ったらね、エコでやっぱアクセルゆっくり踏みながら、信号がね、もう歩行者の信号が点滅していったら、アクセルをもう早めに緩めて、ブレーキなんてそんな踏まずにっていう、こういう走りが、普通僕なんかはそうなんです、スムーズなんですよ。でもね、スープラに乗ると無駄にアクセル踏みたくなる、無駄にブレーキを踏みたくなる、なんかちょっとレーシングな気持ちになるし、僕の中でやっぱりエストウルトラフロースープラに育てられたところあるでしょ。そしたらやっぱスープラっていう名前に乗るとね、例えばあの車がもっと乗り心地悪がおろうが何であろうが、なんかワクワクする部分があるというふうに昨日折戸学が言ってました。最後そこですか。ちょっと待って、スープラ乗ってないの？乗ってはいますけど、持ってないです、ね、どうですか、あのスープラのイメージ、立川選手。いや、まあいいですよね、あの市販車の方でしょ。そうですよ、ええ、まあそれも当然いい、まあよく曲がるし、うんうん、ええ、すごいよく曲がりますよね、運転する楽しさがね、はい、あとめちゃくちゃ速いとかね、そういうのもまあスポーツカー、はい、まあ大事かもしれないけど、そうじゃなくてそのでもこの時代にさ気持ちいい、スープラを復活させたってすごくない？はい、そしてあの無駄に踏みたくなるのもあるんですけど、うん、無駄に僕話したくなるんですけど、あのババババババとか言うじゃないですか。あれね、いやもうちょっと分かりやすく説明してください。誰もピンときてない。ピンときてない。あのトヨタスーパー GT 開発ドライバーがお客様内にバババババ言われても何のことか分からないです。いやあのちょっとね、アクセルを踏んで、アクセル踏んで戻すと戻すと、はい、排気からアフターファイヤーみたいな、アフターファイヤーの音がするんですけど、はい、よくトヨタ自動車の車でこんな音する車発売したなと思う。それあの、はい、知ってます？アクセル踏んでね。あの言葉選ばずに言いますけど、無駄にアクセルをバーンと踏んでアクセルをパンと戻したらババ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 って言うんですけど、それを聞きたくてアクセル踏むんですけど、僕の車はまだ慣らし運転中でして。まだやってるんですか。まだまだ。いやいや違うね、違うね、駐車場に止まってましたけど、まだあれ慣らし中。違うね、言うな。言うな、言っちゃいけないですね。ガラス窓にメッセージ誰かに書かれたらどうする。確かに言っちゃいけないやつです、ね、自分の車ね、何キロまで2000キロぐらいまで鳴らしてくださいねって言われてんけど、それ以上にするね。あ、もう自分の車は、はいはい、だからアクセルまだ踏んでないから、まだね、自分の車はバババババンって聞いてないんだけど。中山選手スープラ乗りました？はい、乗りました。まあ、同じような乗り心地はやっぱよく曲がるし、加速もいいしっていうのもあるんですけど、同じようなことじゃなしに違うこと言ってほしい。僕としてはまあそれもあるんですけど、MC としては、はい、まあ、あの GT300 にも、うん、出るっていうようなニュースが出てますし、あとはこういう他の、うん、N1 仕様とかスーパー耐久に出るような仕様とかにした時にもすぐ使えるように、うん、空気でエンジンを冷やすとかブレーキを冷やすとか必要になるじゃないですか。そのためにもう穴が開けられてるっていうところがすごいなっていうふうに、はい、知ってます？
スープラの、 あのこういう横とか前とかに穴が開くような黒、今はね黒の目くらぶたしてますけど、それって何かというと、あの車をレース車両、レース車両ということは極限で走るんですよね。でそうなってくると大切なのがやっぱりクーリングなんですよ。エンジンにしても全てにおいて、そのクーリングをすぐできるようにもう最初から穴が開いてて、そこをパカッと開けるとクーリングにつながるということがされてるんですけど、その穴が、うん、そう、もうそうやってそう作った段階からやっぱレースに使えるようにっていうことも考えられてるんだなっていうところですごく、あのあちらにあのスーパー GT とは違うんですけど GT4 という車両、これあの世界規定で、GT300 なんか GT3 っていう規定の車走ってますよね。あのマザーシャーシーとかそういうのと一緒に走ってますよね。それと一緒で GT4 格式っていうのがあってですね、それがですね多分今年の途中か来年ぐらいから世界中のモータースポーツシーンであちらの GT4 を走りますので、あちらもねぜひ注目いただいて、 GT4 なんかは S 帯とかに出てくるのかな、出てくる予定で発表されましたね。そういった意味では、はい、今年からだんだん世界中のモータースポーツシーンでスープラがどん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 出てくる、そのもう先頭スーパー GT が走るわけですよ。やっぱりこの国においてねスーパー GT の人気ってやっぱり一番モータースポーツであるわけじゃないですか。その中でやっぱり僕なんかは、ね、もちろんレクサス LC も RCF も SC もね素晴らしい車やったけど、モータースポーツ界にスープラが帰ってくるっていうことで、スープラファンの人たちがまたサーキットに帰ってくると思うんだけど、そういった意味ではやっぱりプレッシャーありますか？いやプレッシャーは別にあれだけど、あの昔みたいに、ね、昔スープラでこう GT やってて、うん、こうスープラに乗ってる人たちがみんなスープラでサーキットに応援来てくれるみたいな、ね、やっぱ ああいうのまたこうあるといいなと、うん、やっぱ嬉しいしこう頑張ろうってなる気になる。あの開幕戦はどこでしたっけ、岡山でしたっけ、はい、あのデビュー戦デビューウィンのチャンスは岡山しかございませんけど、この辺いかがですか。RCF は取りましたよね、取りました、取れへんかったんでしたっけ。 SC はあの何とかっていうドライバーがちゃんと思い出しました。 LC は独占しました、独占した、独占しました、上位からもう面白いでしょレーシングドライバー、はい、もう過去のことなんてもうもうもうね今年のレースに向いてますからね。独占しましたよね、独占しました。で、最後も平川とニクが勝って和也がチャンピオンを取って、うん、あれしましたです。 RCF も取ってるよね、 RCF に平川伊藤大輔じゃないですか、違う、カルダレリー、平川伊藤大輔、違う、カルダレリー、カルダレリーじゃないですか、平川伊藤大輔で組んだことありますか。ちょっと一旦打ち合わせ入ります。違う、俺ね大輔さん に抜かれて悔しい思いした覚えはあるのよ、うん、負けて。そっちは AU だったんじゃないかな、うん、か勝ったのはキーパー、まだキーパーの時じゃないかな、いや違うか、大輔さんだよ、まだ俺栗本と組んでて、うん、栗本抜かれて超悔しい、今打ち合わせ中でございます。この打ち合わせをみんなに見ていただいてるっていう、はい、でもね、今こうやって話してますけど車の開発の時もねレースの時もこんな感じでね、トヨタチームトヨタガズーレーシングって横のつながり持ってて、例えばこの2人はチームメートで風は違いますし誘致は違いますけど、もう開発の段階なんかドライバー集まるとね本当情報を共有しながら、とにかく自分の情報を出して車を速くしてからその先でまたチームに分かれて戦おうとするのがね最近の、僕なんかが見ててトヨタのトヨタガズレーシングの強さの秘訣やと思いますが、オリドさんがね、いやすごい出てきますねオリドさん、うん、はい、やっぱ濃いんでねイメージのところオリドさんがスープラ好きになった理由はね、GT500 でスープラで戦うから普段からスープラに乗らないといけないと、レーシングドライバーもうね24時間 GT 選手権って言っておられたんですけど、皆さんもぜひスープラも乗っていただきながら、ちょっと昨日ヤリス買っちゃったんですよ、はい、ヤリスどうやって買ったんですか去年、昨日ウェブで今のポチッとファーストエディションできるって、はい、トークショーで言ってたじゃないですか、はい、それでいや今言っときますけどスープラ派の脇坂十一がヤリス派のあなたたちに今パスを出してるんですからねどうやってヤリスを買えるんですか、ま、ネットで予約できるんですよね、はい、ピッと、スープラもね急に2台っていうのは厳しいですよねその、うん、ちょっとね、まあ石浦さんはねまだ土地が広いから、じゃあまあ2人はヤリスでいいや、
いいですか、はい、あの LX をLX を、まあ、そちらに沖野さんおられますけど、まあ、もう無視してLX をスープラに、スープラに、だいぶ種類変わっちゃいますけど大丈夫、ちょっと急に乗れる人数が減る。ユーチューバー何乗ってんの。まだサンマルプリウス、プリウスを乗って、はい、まあ、そろそろスープラに、スープラ買えばシートは約束され、はい、されますか。その辺はちょっと今顔色を見せていただきまあでもね、ここにいるね、1,2,3,4 人はですね、まあ、まあ今年は約束されてるのかなと思いますけれども、約束されてないとするならばですね、2020年の抱負を語っていただくわけにはいかないんで台本に抱負ありますもんね。そうですよね。あ、その前にこれいきましょう。2020年のスーパー GT こうなるっていうのはどんな感じになると思いますか。ちょっと唯一選手どんなイメージ持たれてますか、2020年の。そうですね、まあでも、うん、まあ、まだ僕乗ってないんですけど、お二人方の、はい、乗ってみた感想から言うと、やっぱ期待が持てるのかなというところで、うん、また、はい、今年みたいな、レクサス勢の中の勝負みたいな感じになってたと思うんで、うん、今年もそうなって、いくのかなっていうのが僕の、感覚っていうか感じですけど、そうなったらいいなと思いますし、はい、まあ、でも NSX もちょっとまたルール変更とかで、はい、エンジン搭載値変わりますよね。そう、パフォーマンスがどうなってくるのかとか読めないですし、うんうん、すごいまた混戦になるのはそうなるだろうなと思います。結局やっぱスーパー GT 混戦か、うん、大島選手どう見てますか。そうですね、まあ、今聞いた話だと、まあ、かなり開発順調に進んでますけど、まあ、やっぱ共通パーツがすごく多いので、うん、まあ、結局多分みんなすぐ追いついてくるんじゃないかなと思ってて、ああ、まあ、かなり厳しいシーズンになるとは思ってます。かっこいいな、追いついてくるんじゃないかなって、もうチャンピオンの発言ですね。乗ったことないですけどね。もうなんか余裕が違うね。いや、だいぶ楽ですよね、うん、はい、もう顔の表情が違うもんね、はい、なんかそういった意味ではでも、やっぱりタイトルを取りに行くというよりも、うん、取りに行くよりもタイトルを防衛するトップで居続けることっていうのはもっと難しくなってくると思いますけど。そうですね、まあ、もう獣一さんから取り方は教わったので、続けていけるように頑張りたい。抜かれそうになったら窓から手を出して、はい、ういってやれば待ってくれる人もいる。そうですね、まあ、でも本当こと、まあ、うん、はい、はい、ちょっと開発テストで窓開くようにしなきゃいけないですね。え、開かないの。開かないのは言うといて、俺がもし乗って手出そう思ったら突き指してしまった。どうですか石浦選手、はい、2020年スーパー GT どうなりますか。そうですね、まあ、さっきNSX の話出ましたけど、うん、今まで各メーカー得意不得意な、はい、あれがこう見えてたじゃないですか。ありましたよね、ありましたね、予選バーンってレクサス決勝強いとか、うん、いろんな得意不得意、雨降ったらこうだとかあったじゃないですか、はい、あれが結構変わると思うんですよ、そういうことで。あと足回りのもルール変わったりしてるんで、結構得意不得意が得意不得意が変わるの、それともその得意不得意のところがその縮まるというかぼやけんの。縮まる、より接戦になる気はします、うん、はい、そういった意味ではファンの人たちからしたら、はい、面白いレースになってくる、なってくると思います、うん、なのでその中でどうやってスープラ勢が抜け出すかっていうのが今開発で大事だと思うんで。ということはスープラの、ね、開発は順調やって言ってもライバル勢もまだやっぱりどんどん来るというのが石浦選手の見方ですか、はい、立川選手いかがですか。そうですね、何歳ですか、ま、え、何歳ですか、え、何歳ですか今年齢。44です。もうあなた鉄人でしょ。いやいや、普段何食べてるんですか。普段何してるんですか。昨日の夜その話になったんですけど、はいはい、すっごい寝てるから多分そんな年取ってないですまだ、はい、それは何ですか。冬眠してたらそうエネルギーも使わない、体温とかもめちゃくちゃ低っちゃいます。いやでもね、ゆういちどう思う、この年齢でなおもこの走りをしてて、ね、言っとけどこの人俺と戦ってた人やからね。そうですよね。でやっぱ GT500 ってどん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 速くなってるじゃないですか、うん、10秒以上速くなってるじゃないですかこの15年ぐらいで。そうだね、それに年齢を重ねながらどんどん順応してってるっていうのが、うん、僕には全然想像がつかない。いや俺本当さっき言ったけど、去年のあの富士の雨の中の走り方もうびっくりしたし、もう正直な言葉選ばずに言わせてもらうと嫉妬したもん。うわかっこええと思って、おいちょっと待って、ヘルメット取って外すとき俺に代わってくれって言う。
思ったもん。ね、思いません？ああいう時はまあいいですけどね、うん、その分でもあのぶつかっ、なんかその次の富士でぶつかった時は恥ずかしいですよ、うん、またまたかみたいな、なんか救急車とか乗っちゃって大丈夫、またかっていうのはあなたはまたかって当たった瞬間思うかもしれへんけど、あの見てる人みんなが納豆が転げて落ちるのをあなたが降りてくるまでに確認してるからそうですね、みんなのが先に知ってましたから後から知って怒りが込み上がってきたっていう、で俺よりちょっと納豆の方がちょっとあの注目されてたかな、あの時は納豆、うん、にちょっと嫉妬納豆にみんなあの焦点があったと思うんだけど、もうこうなったらさ GR スープラでもタイトル取っていただいて、もう4回目のタイトル取られると僕の、ね、同じ3回3回を抜かれるんで、そうするとちょっと前に、うん、前へ、そう、うん、なんで拍手やねんあなたたちはビジュアルでドライバーを選んでるんですか4回目取っていただいてそうですね、ね、今でも十分レジェンドでね、トヨタモータースポーツの誇る宝ですけど、ね、はい、もっともっと言ってもらいたいなっていうのが、なんか自分が行けなかった分言ってほしいなと思うのありますけど、はい、どうですか、そうですね、2020年の抱負を。抱負、うん、まあ、やっぱり来年のこのオートサロンではやっぱこの椅子がね、うん、この司会より前に、ええ、もしあの来年タイトル取っていただいたオートサロンの時は、ね、立川選手センターで、僕もあの後ろのこのぐらいのところからですね、隅ずーっとこう立川選手オンステージの MC をさせていただいてっていうのをやらせていただきたいなと思いますけど、いやでもね、それ目指してそのぐらいですよ、はい、まあ本当にね、まあね、数年前はそのまたスープラでこうレースができるとは思ってなかったから、こう前のスープラでね GT をこうまあやってた人間として、まあ思い出とかも思い入れもある車だし、うん、またこうスープラでタイトルを取りたいなと思いますけどね。やっぱりスープラ乗るとあの頃フラッシュバックするんですか。え、フラッシュバックしてくるんですか、あの頃の若かりし頃の自分が、やっぱりそうですよね、うん、そういう思いもあるし、もうそうですね、まだね、監督トークショーには行きたくないから、いや監督トークショーで喋れるだけのスキルはないんで、ちゃんと喋れるようになるまでは現役でいてください。いけない、はい、まだまだちょっとオーディションには、ただね、伊藤大輔が立川が来たら俺伊藤大輔のポジションがなくなるんじゃないかっていうので、ものすごくビビってますので、その辺のケアもよろしくお願いしたいなと思います、はい、中山由依選手いかがですか、今年の抱負よろしくお願いします。今日まだ肩書きがなかったので、はい、来年ここに来た時には肩書きをつけてもらえるような活躍をしたいなと思いますし、あと、まあ、スープラを買えばシートが約束されるということなんで、はいはい、着々と500円玉チェキ。そうなの？されるとは言ってなかったから。ヤリス買ったんですよね、もう、いや別に俺らヤリスのシート確約されてないんだけど何お前たちダブル RC 狙ってるの？ダブル RC 狙ってることなんです自分、ね、ちょっとはい、大島選手よろしくお願いします、はい、ね、やっと去年チャンピオン取れて、で、まあ、スープラ僕らまだ乗ったことないので、まあ、そもそもなんだ始まるスープラの頃もなかったし、乗ってみていいよ、座っていいですか、よかったらいいですか、ちょっと座ったことすらない気がするで、本当スープラ最初憧れだったスープラでレースできるのすごく嬉しいですし、レクサスの最後を取ってスープラでも最初チャンピオン取れたらいいなと思ってます。歴史の名前を、はい、はい、頑張ってください、よろしくお願いします。はい、最後ですけど石浦選手、はい、今回会場の中をですね大島と2人で歩いてると、はい、大島選手チャンピオンおめでとうございますってみんな声かけてスルーされるんですよ。いや、もういやだってもう世間は石浦選手のスーパーフォーミュラのチャンピオンを忘れてます、忘れてますね、はいはい、大島さん選手写真撮ってくださいって言って横に並んだぐらいの時にあ石浦選手もってなるんです、もってなるんです付け加えられるわけですね、付け加えられるんで、それで歩きながらやっぱ GT ってすごいんだねっていう話をしてて、はい、やっぱそうするとね嫉妬の話じゃない、ここのバトルじゃないですけど、はい、先に取られてしまったんで、うん、僕のライバルは平川ですけどね、うん、石浦は見てない、なんで片思いみたいな、だから石浦選手の抱負はちゃんと大島選手にライバル視してもらえる年でした。そうですね、まずはそこをライバル視してもらえるように、うん、はい、1年頑張りたいと思います、はいはい、皆さん本当に1年間ねスープラの復活の年をですね活躍で飾っていただきたいなと思います。そろそろお時間来たんでですねこの辺で終わりたいと思います。改めて紹介したいと思います、立川雄二選手です、ありがとうございます。石浦原選手です、ありがとうございます。大島選手です、ありがとうございます。中山選手です、ありがとうございました。さあ皆様スープラはですね、いよいよスープライズバックスーパー GT の中に帰っていきます。スープラがね日本のモーターシーンをですね、飾ってたですね
2000年代前半本当にねたくさんの方がサーキットに来ていただきました。今年はですねスープラとしてトヨタガズレーシングブランドとして、精一杯スーパー GT 盛り上げていきますのでよろしくお願いします。あとですねこちらにいた開発ドライバー GR、イアリスの開発ドライバーでございます。ただいまですねウェブで先行受付です。特殊な、最初のですね試乗であったりですねいろいろなもののね、特典がついてますのでぜひ GR イアリスをですねご購入いただきたいと思います。これからトヨタガズレーシングステージさまざまな、コンテンツが続きますので引き続き東京オートサロンを楽しんでいただけたらと思います。以上 MC 脇坂11でございました。どうもありがとうございました。